あの、丸薬は、あれなのかな？なんだっけ？ダメージがゼロになる薬なのかな？ドーピングなのか。一応とりあえずフルドーピングにだけまずしましょうね。それと、皆さん、ウルズ装備。あ、が良かったですね。しまった。おぉ、なんか飛んでった。とりあえずこれぐらいしかやることは今はないですね。奥さん、モンスター。あいつ、なら倒せそう。あいつ狙った。いや、ほんとね、その感じですよ。ほんとにね、こっちにばっか来ますからね。まあ、あれでしょう。サクッと倒しましょう、サクッと。あ、しまった。打ち消しの実を持ってないではないか。ちょっと、帰還します。危ない危ない。気づけた芋実、つばらですね。もう帰ってきましたね。あれ持ってかなきゃ。これ持ってかないとまずいですよね。尻尾の先の方をじわじわ攻撃しましょうね。じゃあさ、セット登録。そうそうそう。それを、近い将来やりましょうね。あ、方角が変わったってことかな？誰かが戦っている。あー、なんか余計なのがいますね。おー、いた。ちょっと待って。死んじゃう、死んじゃう。ちょっとお待ちくださいね。まずこれを食べて。死んじゃう、死んじゃう、こんなの。もういいや、これも器用。もう何でも器用。よっ。よっ。いた。やばいやばい。死んじゃう死んじゃう。こんなのとまともにやったら死んじゃいます。だいい。よし。尻尾の先の方を小突きましょう。あ、まずい。気づいた。打ち消しの実。今気づきましたね。ナイス気づき。よし。ちょっとね、オドガロンが邪魔ですね。すごい。おう。オドガロンが非常に邪魔です。ああ、なんかボディがブルーなんですね。ブルーボディですね。でもうまくいってる気がする、割と。よっ。もうね、またぐら作戦ですよ。いつもの。そうね、またぐら作戦。あ、いい、まずいって。まずいって。ちょっと待って。死んじゃう、死んじゃう。もう帰る、帰る。これはもう帰らざるを得ない。死んじゃう、死んじゃう。来てる、来てる。追っかけて来てる。大丈夫だ。ああ、命からがら。ああ。よし。ちょっと待機。奥さん、セット登録、ショートカット、岩井さんにキンク。よく知ってるね。ダメージやばいのです。やばいやばい、本当に。
例えば、打ち消し使って、オート回避の創意。何何それ。オート回避ってなんだ。初めて聞いたな。さあ、行きましょう。ラスコイ。ラスコイ、ラスコイ。まだ、正気無効できないの。何何、正気無効。メルミナさん、転身がないのはいい。あ、なんか聞いたことある。転身の層にね。転身、何だったっけ、転生、転生だか転身だかってなんか聞いたことあります。風さん、モンスター美月、おはようございます。今日はモンスターザワールド続きやってます。よろしくお願いします。で、じゃあ、転身結構使える。変身ゲットしてこないといけないね。あ、皆さんのその刀はあれかな？ああ、死んじゃうって。まあ、ボルハザクから取った素材なのかな？同じ色してる気がする。よし、行こう。回復したら行こう。勇敢な疑問ですね。ヨウちゃんさん、変身の装備が来てる間、オートで回避してくる。ね、え、何それ？あ、読んでたら死んじゃった。コメント読んでた。死んでしまった。あ、そんなのがあるんだ。なんかね、聞いたことありますね。変身だか転生だか。ああ、これしかない。てなさん、7武器。あ、ななちゃんの武器なんですね。そっかそっか。この人から、むしり取ったやつじゃないんですね。ああ、飛躍も作れんしな。もったいないけど、これを、使うしかない。これを使うしかないですね。で、で、よし、行こう。立ち上がれ、芋みですね。風さん、昨日マムの爆発刀でクリアしました。何何爆発刀って。マムちゃんも、理解したら終わってましたね。これ何をどうやるんだろうと思ってた。最終日になってた。痛い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 って。これさ、もう、しかも悪いよね。待って、重みは。あ、爆発惑星。なるほど、なるほど。なんか、焚き火を焚いてくれてる人いる。焚き火はなんだ。いやー、ちょっと本当に、こまめな。あ、なるほど。こういう時に肥やし玉なんだね。さすが。ゆふみやなさん、正気耐性3つつければ無効にできる。あ、そうなんですね。ただスリップダメージ入ります。ありがとうございます。そういうことか。風さん、焚き火はいい？波。焚き火もう消えちゃったの。あ、死んじゃうってだから。そういうことしたら死んじゃう。まずい、狙ってる狙ってる。芋みだけを狙ってる。ちょっと待って。こっち見てる。ほらほら、来てる来てる。見てるもん。危な。フルズ装備3つでシリーズスキル
でしょうね、向こう。あ、ありがとうございます。ウイルスだったら持ってるけど、あ、だからさっきフェアさんがウレス装備で行こうって言ってたのか。そういうことね。ちょっと待って、丸薬飲む。なんか、あれなんか来てる。あ、あれ、芋美が死んだの。ごめんなさい。あれ今上に、月を放って飛んだら死んでて。あー、申し訳ない。ダメだ。シトラさん、どんまい、すいません。今、月を放って上に飛んだら、何かを食らって死んじゃいました。あ、丸薬ダメなんだ、飲んでても。